こんな不明、不明、不明、不明なんて収支報告書の訂正。実務としては、県の選管とか総務省受け付けるかもしれないけど、こんなん脱税の疑いのあるマネロンダリングじゃないですか。そうだ。こんなことで2月16日からの確定申告真面目にやる気しないですよ、国民は。これで国民が真面目に納税すると思いますか。総理どう思いますか。総務大臣松本明総理、総理の見解を聞いてるんですよ。まずじゃあ今脱税についても、政治資金規正法上もこれは萩生田光一議員の2月2日に訂正された令和2年の収支報告書の総括表部分なんですが、収入総額、前年からの繰越額、支出総額、翌年への繰越額、すべてが不明と訂正されています。交際費の部分なんですが、支出の目的、金額、年月日、支出を受けた者の氏名、住所、すべてが不明とする訂正がなされています。